ジャガー XJ、ジャガー X351、ジャガー X351 は、イギリスの自動車メーカー、ジャガーが2010年より販売している、F セグメントに属する高級セダンである。同社のフラッグシップモデルである、XJ の4代目にあたり、4代目の通称である、X351 は同社の開発コードに由来する。二千九年七月九日、 イギリスの首都ロンドンに位置する現代美術、専門美術館、サーチギャラリーにて、世界初公開された。XJ としては、2003年に発表された X350 以来となる6年ぶりのフルモデルチェンジで、同社のブランドフィロソフィーである、ビューティフルファーストカーから美しく、速い車をコンセプトに開発されている。ボディの99%をアルミ合金とし、 溶接ではなく、接着とリベットのみで組み立てられる、ジャガーの次世代、アルミニウムボディ構造を初採用したことで、先代、XJ より10%軽量化、同社のライバルとされる他の F セグメント車より、約 150kg 軽量となった。なお、先代、XJ も接着、リベット構造を採用していたが、リベットの数は、先代モデルより11%、少ない2800個。 1となっている。加えて、リサイクル原料を50%使用した、軽量アルミニウム構造を実現したことで、カーボンフットプリントを最小限に抑えることにも寄与している。ショートホイールベース車とロングホイールベースの2種類が用意され、LWB 車は、ホイールベースが 125mm されて、後席スペースが 134mm 延長。 レックスペースが 1121mm となる。また、LWB 車には、全席シートバックに格納式テーブルが装備される。エンジンは当初は、5.0リットル V8 の RGV、8Gen3 型なエンジン及び、同系のスーパーチャージャー付きエンジンが用意され、欧州仕様向けには3.0リットル V6 の RG、V6DGen3 型ディーゼルツインターボエンジンも、用意されていた。 なお、スーパーチャージャー付き V8 エンジンには、ポートフォリオ用の 470PS 仕様と、スーパースポーツ用の 510PS 仕様が用意された。2013年モデルでは、ダウンサイジングコンセプトが導入され、5.0リットルの長田に代わって、2.0リットル自家4ターボと 3.0LV6 スーパーチャージャーが用意された。トランスミッションには前車に先台に採用されたものを、 ベースに改良された z f 正6 h p 2 8型6速 AT が組み合わせられ、2代目 XK や XF と同様に変速はダイヤル式のジャガードライブセレクターで行われるほか、パドルシフトも装備される。1968年に発表されたシリーズ1以来、歴代 XJ に採用されてきた丸型4頭ヘッドランプや、 ロングノーズロングデッキの伝統的なスタイリングはすべて刷新され、同社のデザインディレクターを務めるヤンカラムの指揮の元大胆かつ斬新なスリークデザインへと消化された。なお、開発時にはその伝統的なスタイリングをモチーフとした案もあったが、初期段階で却下されたという。歴代 XJ とマークにティアドロップ型のサイドウィンドウを中心に据えた、 特徴的なロングルーフプロポーションは流れるようなシルエットと空気抵抗係数0.29の優れた空力性能を両立させまた新たに採用されたパノラミックサンルーフが車内の明るさやスペース感を劇的に高めているだけでなく同社のサルーン史上最上級の室内空間も実現しているシートインストルメントパネルドアトップセンターコンソール アームレストといったインテリアの主要部位表面には、すべてレザー張りが施され、クラフトマンシップを感じさせる丁寧なステッチで縫い合わされている。また、カラーテーマは14種類、オーナメントパネルは11種類、レザーカラーは10種類、レザーマテリアルは3種類それぞれ用意され、オーナーの思考に応じた、オーダーメイド感覚の豊富な組み合わせを可能としている。インストルメントパネルには、 同社で初めて j a g ア ITEC2 が採用され、従来のフィジカルインストルメントクラスターに代わる高解像度ディスプレイを用いたバーチャルインストルメントが軽基板に配されている。ありがとうございます。